コザの裏側、魅力あふれる沖縄市コザを紹介します。コザの裏側、定番からディープなところまで地域のみんなもひっくるめて楽しくお届けします。とにかく見ればわかります。コザに遊びに来たくなっちゃうよ。コザの裏側。さあ、今回のコザの裏側、本編に行く前に何コザ裏速報でございます。速報ですか。この方たちです。どうぞ。何、あー、いやいや、あー、なになになに、おい、ワッツアップ、あけみダンススクールのあけみさん、久しぶり。はい、久しぶりです。元気でしたか。どうしたんですか。とこの2人、ダンスチームリルビットって言うんですけど、はいはい、沖縄大会を勝ち抜いて全国大会で準優勝してきました。すごい。これはすごいね。小学生で全国で準優勝。はい、どんな気持ちですか。とても嬉しいです。嬉しいよね。全国で3位に入りたかったので嬉しいです。嬉しいよ ね、 嬉しいね。今後の目標も聞きたいね、うんうんうん、これからどうなりたい。師匠がいるんですけど、ゆうや先生みたいにかっこいいダンサーになりたいです。嬉しいよ、師匠も。そしてもっとダンスが、チームもバトルも上手くなりたいです。わあ、これからの2人の活躍楽しみですね。あけみちゃんも嬉しいでしょ。めちゃくちゃ嬉しいです。今後もぜひ皆さんで応援しましょう。コザのエンタメ盛り上がってますよ。コザの裏側。はい、こんにちは。はい、こんにちは。さあ、僕は今 FM コザの前に来てるわけなんですけれども、はい、うん、見たことある誰だっけ。FM コザスタッフでもあります、町田由美です。よろしくお願いします。そう、由美ちゃんはそう FM コザで仕事をしている中で、はい、なんとミスハイビスカス。そうなんですよね。もう沖縄市のことをバンバンね発信するお仕事をしている中 で、はい、今日は FM コザとコザの裏側、ちょっとコラボっていう感じで。いや、いいですね。ワクワクしちゃう。今日だからあなたに今日は僕はエスコートされていろんなところに。あ、本当ですか。わかりました。もう行きましょう。行きましょう。行きましょう。どっから行く、どっから行く。握手から行きましょう。握手から行く。 OK、 レッツゴー。なんかせーの、にゃん。さあ、やってまいりました。ここは、はい、ゆみちゃん、どこでしょう。ここはですね、私たち FM コザでもお世話になっている、うん、ベルガモットさんです。さあ、パン屋さんですね。そうです。レッツゴー、早速行きましょう。なんかやっぱこう香りがあるよね。いい匂いしますね。いい匂いしますよ。せーの、にゃん。さあ、やってまいりました、ベルガモットプラスさん。もうすごいたくさんの商品がありますけれども、ね、うん、ベルガモットプラス FM コザでも僕あの CM 流れの聞いてて、実は何度か僕、ごめんなさい、1回だけ来たんですけど、はい、バーガーを食べましたが、とっても美味しかったです。ありがとうございます。もう結構長いですよね。そうですね、今年で4周年の周年祭を迎えさせていただいて。すごいですね、はい、全部好きだと思いますけれども、はい、これはもう毎回食べるよっていうパン教えてください。そうですね、じゃあちょっとパンではないんですが。パンじゃないんだ。なんと、うん、タルトの方もちょっとタルトおすすめします。これやっぱ女性に人気。そうですね、ちょっとお土産の方でも、うん、喜んでもらえるかな。そうちなみに FM コザの社長は何を好んで食べますかね。なるほど。でも他にもさ、映えるような感じがありますけれども、菓子パンもあるし、いわゆるなんだろう、ベーシックなフランスパンみたいなのもありますしね。クロワッサンとかもね、ありますから。クロワッサンもいっぱいあるね。だってここ見て、これ何。あ、こちらそうですね、うん、うちのちょっとおすすめというか、うん、一押し、アイスのメロンパン、うん、中に冷たいクリームが入ったメロンパンですね。これはね、いっぱい入りすぎてね、もうしょっちゅう来ないといけないと思うんですけど。そうそうです、ね、あと嬉しいのはさ、こうやってドリンクも出してくれるんだよね。テイクアウト何パーセントだっけ今。何パーセントですか。ちょっと経理じゃない。事務所から来たんじゃないの。上がってきたものだけを処理します。コザの裏側。パンの種類が豊富ね。いや本当何かっていうか分かんないわねって感じした。もうカラフルで、うん、あれもいいなこれもいいなって、まあ何かも行こうかなっていう感じになります。そうよね、うん、でなんかケーキみたいなのもあったし、はい、そうですね。で一応私たちこのね V 見てその後に今喋ってますけど、はいはい、その V 中に、うん、メロンパン試食ありって書いてあったんですけど、ないじゃないですか編集のやつでね、はいはい、アイスメロンパンね。そう、ここで今食べながら感想を言うっていうくだりがあったはずなんですよ。ですね、先ほど買いに行ったところですね、うん、ソールドアウト。予約しとけよ。感想言いたかった。
ですよね。イメージで、うん、ちょっとサクサクだけど中が冷たくて美味しいって分かるわけね。マサの裏側。さあ特別な許可を得てですね、はい、ベルガモットさんのお店の中でいただきたいと思います、うん、まず僕がいただいたのは抹茶ラテ。私はオレンジです。なるほど、いただきましょう。あ、これ なんか入ってるよ。これタピオカね。今話題のタピオカさん。いただきます。うん、甘い、美味しい。うん、すっきり、うん、うんうん、美味しい。なるほど、これが噂のタピオカさんね。これをいただきつつ僕が選んだのはこれですね。ポテトウインナー、ちょっとコルネな形のパンにですねウインナーが入っております。ポテトも入ってます、はい、あなたのは。私かぼちゃタルトです。言ってたやつですね。はい、ちょっとまた美味しそう。焦げた感じがまたいいですね。美味しそうです。いただきます。美味しそうに食べる。うん、うん、うまい。私も早く食べて、うん、いいですか、うん、でいただきます。うん、うん、おいしい。いいね、おいしいからのすごいかぼちゃの風味がします。そりゃそうだろう。やっぱね、いや柔らかいんですよ。だってラジオで喋ってるでしょ。ラジオのさ、リスナーさんにさ、これを見えない人たちに声だけ言葉だけでやっぱり伝えるって難しいよね。おいしいって一番伝わらないですか。でも大丈夫、本当に美味しい。せーの。言わないし。言わない。はい、というわけでございまして、はい、ここはどこ？ここはですね、沖縄市千葉名にあります58カフェさんです。58カフェ、ここはちょっと初めて来ましたね、はい、本当にまさにちょっと裏側って感じなんですけど。そうなんですよ。それでは早速行ってみたいと思います。行ってみましょう。相模総連ありがとうございます。嬉しい。キューナさんがこれ作ったんですね、はい、これは何ですか？アップルパイ。アップルパイ。そしてこれは何ですか？紫芋のタルト。タルト。タルト。ここの売りはこういう可愛いタルトがいっぱいあるんですよね、はい、嬉しいですね。いいですよね。この内装のデザインなんかも全部キューナさんのアイディア。あ、はい、そうです。可愛いらしい。ペインティングしたのは友達。あ、友達、はい、みんなでいろいろ考えながら、はい、なんかさ、うん、マイナスイオンがこう漂ってるような感じ、ね、そう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 、なんですよ。いいね。じゃあ早速いただきたいと思います。ありがとうございます。いただきます。いただきましょう。はい、じゃあ、お、サクサクタルト、うん、じゃあいただきたいと思います。どうぞ。いいよ、いただきます。クリーミー。クリーミー、美味しそうだね。美味しい。あ、ご結構な質感がすごいですね。いただきます。これ多分こうやっては食べないんだろうな。いただきます。うん。サクサク。アンドしっかりリンクを感じます。これは新しいタイプだな。うまい。美味しいですよね。うん。キュナさん、コーヒーちょうだい。2軒目 の、はい、あの58カフェ、うん、うち実家近いんですけど、ここも知らなくてさ。俺もね、初めて知ったんですけれども、へえ、こんなところにまさに裏側だったんですが、新しい匂いがしたね。でもね、あ、じゃあ結構作ってほやほやみたいな感じなのかな、うん、作ってほやほやのところで、その急なさんのまたね、またあの人またキャリアも面白くって、はい、お父さんお母さん沖縄出身なんだけど、うんうん、ずっとブラジル生まれ育ちが長くって。そうなんだ、うん、それでも日本語もペラペラでしょ。うんうん、全然ブラジル感じはしなかったけど。そう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 。すごいよね。だからコザのまさに裏側から来たんです。へ、すごい。すごいね。それでああやってカフェをやってんだ。うんうん、ちょっとね、雰囲気からしてタルトを作りそうな顔じゃないけどね。おお。コザの裏側。お、嬉しい。ありがとうございます。すごい。何ですかこれ、あれ。おお。アイスコーヒー。じゃあエスプレッソを取って、おーおーおー、入れてます。アイスコーヒー。なるほど。美味しそう。かわいい。かわいいね、うん。ひょっとしてこの器なんかも手作りですか？はい、ですね。近くの蕎麦屋さんの前。うん、あ、脇川屋さん。はい。の手作り。すごい。地域とコラボしてるんですね。なるほど。これバックナンバーであのお蕎麦屋さん。元気ですかね、脇川さん。やってます？はい、やってます。はい。あ、そっか。よかった。近いうちまた行きたいと思います。ありがとうございます。さあ、来ましたよ。じゃあこれをまあ飲みながらね、はい、
由美ちゃんのお仕事っぷりの話なんか僕は聞きたいんですけれどもその前にちょっと温泉みたいなあの銭湯みたいな感じの、うんうん、これ独特いわゆる外人住宅の、ね、はいはいそうですね、ちょっと音の響きがあるんですけどね響いてるね全然わかんなかったよ全然わかんないで実際さ沖縄市の、うんうんまあ、FM 小座が聞こえる範囲のところで、はい、いろんなこうお店を紹介したり人をつなげたりとかってやってると、はい、こうすごいやりがい感じるとこあるでしょかなりやりがいを最近感じてて、うん、で人とつながるってすごい私自身も楽しくて、うん、ウキウキしながらやってますあら本当、うん、へでも僕らもさ考えたら小座の裏側も、まあ6年ぐらいやってますけど、はいはい、なぜ今まで FM 小座と一緒にコラボできなかったのかなってだからねで個人的にはね僕もラジオ番組持ってたりとかつながりはあるんだけど、はいはい、そっかこうやってもう全体で遊んでいこうっていうのも、うんうん、なかなかこう半径内でつながるところで楽しむっていうところは、はいうんうん、さっきのこのさ器もすぐ近所でねやってるっていうのはさ、ね、これいろんな人つなげるいい、ねはい、これまた、まあ、ビジネスチャンスにもなるだろうし、うんうんうん、人がつながってもっともっとみんなが地域が元気になっていくっていうところに僕はいっぱいヒントがあるなと思ったね、うん、いいですよね、うん、なんかね小座ブロードキャスト構想っていうのはね、はいはいはい、またあのうちの愉快な変な仕事仲間たちがいっぱいいるんだけどはい、はい、その仲間にもぜひ入って一緒にぜひお願いしますやりたいよね、はい、これはいろんなコラボを考えられますよ、うんうんうん、ぜひキューナさんもその時は参加してください、ね、お願いしますよろしくお願いします何でもやってくれるんだよ小座の裏側地域でのこのつながりって、うん、また新たなものが生まれてるっていうのは、うん、なんかいいねいいですねやっぱこれからはね一緒に盛り上げようっていうところでね、うん、情報も交換するしその商売にもつなげるしっていうのはもうとっても大切な、うんうん、そういう意味で新たなビジネスチャンスってたくさん転がってるんだなと思ったしそれをつなげてるのが FM 小座であったりとか、うんうんうん、それがまた小座の裏側であってほしいなと思うよねだからミキトニが今後ね何かしらやろうってなったらぜひ僕も一口かませてください一口かますまあまあ何か考えておきますでしょぜひあのついていきますんで ありがとうだけどねえ、ね、食べたかったなあの今回の2店舗はね、うん、やっぱこうテイクアウトでプレゼントするっていうのにもこれさいいと思うよタルトなんか特にねこう手土産ってその人、うん人のあれセンス出るじゃん出るねで、うん、おこいつやるやんとかさあるねあははオッケーみたいなのとかやっぱ出るので、うん、私はすごくこう気使うわけはいはいはいわかる、うんうんうん、すごいよ私ちゃんとチェックしてるよそういう意味ではねこれもびっくりすることなんですけど、うん、何何僕がオープンしたシアタードーナツがあるでしょ、うんうん、オープン当時にねあの知り合いがね丸々ドーナツを買ってきましたよびっくりしましたよ全国チェーンの全国嘘だろと思ってふんふんふんってやつねそうそうそうこういうところで出てくるんだよねなんか人間力じゃないけどさ、ね、食べましたよ食べたんかいうまいけどもうまいよ美味しいよねわかるなんか自分のなんかちょっとこう価値が上がるというかさそうですねいいねそういう意味ではちょっと行ってみたいなと思いました、うん、この2軒今回、うんうん、いや本当にねブラジルから来たキューナさんはね優しいよおしゃべりもいろいろしてくれるしねだってブラジルに行ってでご両親がいるからってことで今沖縄に戻ってきてるってことでしょそうそれが一つの夢だったってねああそうなんだ、うん、じゃあ夢を叶えて今沖縄市、うん、千葉なだったよねそうですねでお店を開いて、うん、じゃあこうキューナさんとのこのやり取りの中でお店に行ってさ、うん、ブラジルでの生活がどうだったとかさこのお店をこう開く上での経緯とか聞いてみたいねいいかもしれないね楽しいはずよだって世界のうちなんちゅですからねそうよ、うん、そうよそうよ、ねうんうんうん、そういうことですよなんかやっぱこういろんな出会いがあるな小沢ああやっぱりそうですよね、うんうんうんなそうだね、うんうん、だから今回今後もね、うん、あの FM 小座さんが普段、まあ、お世話になっているようなところつな、うん、がりもたくさんあるということなので、まあ、そこにちょっとまた由美ちゃんレポートも合わせてね、うん、行きたいななんて思っておりますけど、うんうん、どっか次どこがいいかなでもさ知らないところをやっぱり知れるって楽しいからさいいですねぜひ教えていただきたいぜひ教えてください今後とも一つ 76.1MHz もよろしくお願いいたします、はい、お願いしますコミュニティって FM 小座だけだっけ、うんあともう一つあるね、オキラジ。オキラジ。オキラジさん大丈夫なの？いいよ。